ました。まあ、確かに、今回ちょっと会えてるとは言いながらも、こんなに増えたの330。すごいですね。すごい食べるんですよ。今一日何グラム食べるんですか？全完食でなので7とか9とか。朝もちょっと空いてても完食で。相当食べてるのはミルク。パンは今食べてない。はい。なるほど。カリカリすごい高いから。今ミルクも時々って言ってますね。あれのことなんですね。大体毎日飲んでますね。ミルク、スイカ食べた日はミルクないって感じ。実家に泊まった時ミルク忘れちゃった。あ、それぞれ。ちょっと 2,3 日あげてないだけな。そういうことね。特別意味はないですね。はい。たまにスイカがあるくらい。スイカは多いの。これ減ったってことでもするんですよ、まだくしゃみって。あ、まあ1回とか1日1回ぐらいは効くかな。この量もすごい増えます。それいますよね、だってこんだけこんだけ食べてれば。長田さん、ちょっとうんち取ってくれる？こう思ったら。すごい下に。立派なうんこ。うんちついてるよ。はい。お、しっかりした。入れること。はいはい。まあ、でも、あれだね。肥満じゃないね。肥満ではないですね。全然大丈夫です。まあね、350から400ぐらいって言った方がいいんだけど、まあちょっと小柄だから、ちっちゃいじゃないですか、全体的に。だからまあ350ぐらいまで増えても、そう問題はないんじゃないですかね。もうちょっとじゃあドライ増やしても。うん、増やしてもいい。10グラム食べてもいいですよ。はい、じゃあ、高専庁舎はやめて、9人だけやらさせてもらいましょうかね。調子がいいみたいだから。シュッシュッシュッとやって、はい、牛乳。